はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。マスク解禁ね、日本はもう遅れてるよねっていう話が、まあ、マスク解禁も含めてなんだけど、もう3回ぐらい、3回4回、そのね、ウイルスに対抗するワクチンを打ってるんだから、もうそろそろいいんじゃねえのっていうふうに、まあ海外の方なんかは、ね、そう思ってる方がいらっしゃると思うんだけど、まあ、日本国内の人でもね、そういう考えの方もいらっしゃるだろうけど、私としてはそれがマスクすることが癖になっている部分があったりとかするし、まあ解禁されてもつけてるだろうなっていうのはあるね。これから冬になるからさ、まあ、風邪になりたくないっていうのもあるんで、マスクつけてるかなっていうのはあるんだけど、でもまあ、暑いになってから、これがね、春夏になっていく状態になるんだったら、つけない、方になるかもしれない。まあ、時と場合っていうか、場所によって違うかもしれないんだけど、その、混雑しているところだと、つけるかもしれないけど、そう、公園とかね、そういうところだったらつけないのかもしれない。つけないっていうか、外すかもしれない。あくまでも、これね、私の、意見なんで、この他の人にね、強要するわけではないんだけど、でもまあね、半々ぐらいだと思うよ。まだつける人っていう、つけたい人っていうか、まあ、完全に収まるまで、つけたい人もいれば、もうそろそろいいよねっていう、人もいるだろうし、これはもうその人の考えなんで、絶対外せとか絶対つけろとかっていうのは言えないんだよな。で、最近まあこの動画アップじゃない、収録してる時に正気かなんかの方が、なんだっけな、まあ、そういう試合の時にマスクをしてなかったから、反則負けじゃないけど負けですって、あなたは負けですって、マスクをしてないから負けですっていうような感じで敗戦させられたっていうのがあって、これも何とも言えないなと思うね。一応アクリル板もあるんだけど、でもまあ、密室ではないじゃない。一応ね。まあ何畳だかわかんないんだけど。だから、そこまで気にしなくてもいいんじゃないって思っちゃうけど、でも、その将棋とか囲碁とかも含めてなんだけど、その対戦相手の方と、かなり近いじゃないですか。その息の音っていうかさ、そういう呼吸の音が、そうそう、呼吸の音が聞こえるぐらいの近さだったりするから、ちょっと気になる人はすごく気になるだろうなとは思うけど、皆さんどう思うでしょうか。ちょっと短いですけどもね。以上です。